日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらミスタードーナツとビタメールのコラボドーナツ第2弾を食べたいと思います。いきなり出てきましたね。今回はハート型の可愛らしいドーナツですね。多分こちらがブランジュハート、真ん中のこのちょっとジュレっぽいのがルージュハート、黒がノワールハートですね。どれもバレンタインを彩るのにぴったりな可愛さらしさです。それではチャンネル登録よろしくお願いします。こちらのブランジュハートからいただきます。生地はイーストドーナツですね。でははい、続きましてはノワールハート。3種類の中で唯一の黒、その出だしっぷりは半端じゃないです。ではラストはルージュハート。これだけ入れ物が違うのは何だか特別感があっていいですね。しかも表面もキラキラ輝いている、綺麗。ではいただきます。ええ、ハート型が可愛くないはずがないですよね。しかも味もしっかり甘酸っぱくて、時に苦味があって美味しい。あとさらに食感まで感じられて、こういうドーナツもっといろいろ出てほしいな。今年もコラボドーナツ堪能させていただきました。最初に食べたブランジュハートは表面が白くてピンク色で可愛いだけかと思いきや、中からチョコレートクリームが出てきて、それが苦味が結構強いクリームで意外性を疲れました。可愛いと思って舐めてかかると痛い目に遭います。そんなドーナツでしたね。まあ痛くはないんですけどね。続いてのノワールハートは上の方にチョコレートクリームが集中していて、生地の中には何も入ってなかったです。なので他と比べてドーナツの生地で勝負しているドーナツと言えます。クリームが上の方なので結構クリームの味はダイレクトに来ましたね。その後でシンプルなドーナツ生地が来るので、しつこくない甘さ、チョコレートの甘さを感じることができました。外のコーティングともまた違いましたし、ナッツの食感もあって良かったです。そして最後に食べたルージュハート、ベリーソースの甘酸っぱさがやはりチョコレートと合います。でサクサク食べ進めることができましたし、他と比べるとやはり甘酸っぱさが強くてさっぱりした印象ですね。どれも美味しかったのですが、やはりルージュハートが一番自分の中では好みでしたので、今回の代表として5点とさせていただきます。今年のミスドバレンタインも堪能させていただきました。また来年も会えるかな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。